8月18日の水曜日、16度の 77%。 もうすでに雨結構降って、いつもより撮影が2時間ぐらい遅いですけど、今7時ぐらいですけど、雨結構降ってます。今日は結構降るみたいですね。釣りに行った時にアブは全然いなかったんですけど、ハエがすごくて、ハエが自分の体に止まって止まって、なんか大丈夫かなと思ってたんですけど、さあ案の定車の中にいっぱいハエがいて、顔はどうかな、あ、茶色、ごめんなさい、茶色いですね。川は抹茶茶でした。さっきはちょっと遠くて見えづらかった。でハエがね、自分にたかってきて、まあまあいろんな匂いがするからたかられてるのかなと思ってたんですけど、車の中にもうすごい数のハエが入ってきて、でエンジンかけて窓開けて、こう手で追い払うじゃないですか、外に出て行ってねっていうことで、で一瞬この窓のところまで寄ってってで戻ってきちゃうんですよね。このそういう経験ってないですか皆さん。ハエがここの窓のところに寄ってきて、で追っ払うんだけどまた戻ってきちゃうみたいな。あれ、ハエの生態に詳しい人教えてほしいんですけど、何なんですかね。この今走ってたら対向車のすごい長いトレーラーが中央車線を乗り越えてこっちに突っ込んできたわけですよ。で車体の3分の1ぐらい突っ込んだところで、運転手気づいたのかどうか、気づいたんだと思うんですけど、方向を修正して本来の場所に戻ってくれたんで衝突しないで済んだんですけど、あれ、あのまま1秒2秒遅れてたらもう正面衝突ですよね、完全に。でそういうことってなんていうか、普段から割と想像してて、ちょっとしたよそ見だったりとか、まあ病気で気を失うとかあるじゃないですか。あとは少し、まあなんていうか、気分的に不安定でそういう行動を取ってしまうとかっていうことってあり得ると思ってて、そう、なんかものすごく危うい安全の上で生活してますよね。ちょっと危なかったな、本当。ちゃんと営業カレンダーを見てから来たので、今日の日にちを勘違いしてない限り大丈夫だと思うんですけど、やってますね。こんにちは。あ、こんにちは。ありがとうございます。はい。これで全部ですかね。ちょっとある。あ、あと。ちょっと待って。あ、はい。大袋持ってます。あ、そうなんだ。これが300円、はい、あ、こっちが400円、はい、あ、すごくお得ですよね、はい、じゃそれ4つください。はい、はい、とね、こちらは、あ、はい、そんな隠し玉が、はい、ETC カードが挿入されています。カード有効期限は2020年
分でもつくづく甘いものとかお菓子好きだなと思うけど、まあ、昔から甘いもの好きだったけど、やっぱりここまで好き、もう いつもいつも食べるようになったな。お酒飲まなくなったせいがかなりありますね。あの中井くんも言ってたけど、お酒なんか一時期やめてたんですよね、彼もね。でお酒やめたらお菓子ばっかり食べて、お酒飲むようになってからお菓子食べなくなったって言ってましたけど、あのアラブもお酒飲まないじゃないですか、基本的に飲まないですよね、あのイスラム教の教えで、うん、ほとんどの人は飲まない。では甘いものがすごい好きで、みんなだから糖尿病のがものすごく多いんですよね。何なんだろうこれ。例えば出てくるね、例えば最近の研究だとお酒って少量でもうあのがんの原因になるって言われて騒がれたりしたこともあったと思うんですけど、お酒飲まないことによってこうやって甘いものを取ると、こう甘いものだってがんの原因になるし、まあ何でもがんの原因にはなり得ると思うんだけど、食べ物だと、まあ、糖尿病の原因になったりとか、だからまあ当たり前なんですけど、お酒アルコールっていう単体だけに注目して、その作用がこうですよって言ったところで、じゃあそれがんになるからやめるわって言ったところで、結局他のものがその可能性を埋めてしまうっていうか、だからやっぱり結論っていうか、結論出す必要はないけど、好きなものを食べるしかないですよ。なんか雨の日の運転って没入感があります。こうやって喋っちゃうとそれも途絶えちゃうんだけど、黙って運転してるとなんか異次元に吸い込まれるような。広島橋の尻別川は全然濁りがなくて鈴川まで降りてきたら濁ってたから、多分オロベン尻別川から濁りが入るんですね。今まであんまり考えたことなかったけど、ただ結構降ってもあの尻別川の上流の方って濁らないんだ。